Thank you.
ちわびて一斉に花咲く可憐な植物。日の光で輝く芽吹いた新緑の山肌。荒れた岩肌に根ざした生命力を見せる木々の姿は、山歩く人たちに自然の素晴らしさと感動を与えてくれる。だから人は山を登るのだ。険しい岩肌に体で触れて山の偉大さを知り、重ねた苦労と努力がどれだけ大きな山に近づけたのかを感じ、繰り返す思いを断ち切ることのないよう、明日へつなぐ力をまた一つ重ねていくために、これからもまた、そんな思いを感じた小ザクさんとガチさん、そして大滝の山旅でした。山よ、ありがとう。いつの日か、また。